皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は嵐のファンクラブからあるものが届いたので、今回はそちらを紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということでね、嵐20周年ということで、それを記念してファンクラブに入っている人たちがもらえるものなんですけど、そのね、プレゼントが届いたのでそちらを紹介していきます。もう届いている方がほとんどだと思うんですけど、ファンクラブに入ってなくて嵐が好きっていう方にね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。もし持っている方がいても最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。まず届いたものはじゃん、こちらです。こんな感じで結構ね、大きめの箱に入っていて、頑丈な感じの箱に入っています。まだね、これは開けていないので早速開けていきたいと思うんですけど、まずここに嵐のロゴがついていて、英語で書いてあります。でこっち側はお見せできないんですけど、住所とかが書いてあって、ここにもね、嵐のロゴがついている感じになっています。厚さは厚めで、こんな感じで箱に入っている感じになっています。ではね、開けていきたいと思います。まだ1回も開けてないので、どんな感じのものが入っているか開けてみるの楽しみです。それでは開けていきます。はい、こんな感じでここにテープが貼ってある感じで開きました。このね、箱もめっちゃここに嵐のマークとかが書いてあって可愛いので、開けたくなかったんですけど、ちょっと中身が気になるので開けてみます。ここにジャニーズファミリークラブって書いてあります。では開けてみたいと思います。まず開けるとこんな感じのものが入っていました。中もちゃんと段ボールが入っていて、すごい保護されている感じになっています。ではね、いろいろ出していきたいと思います。あとこれが最後なんですけど、入っていたものは多分最後なんですけど、こんな感じの嵐、これも同じような感じで20周年って書いてあります。1999って書いてあって、メンバーの名前が書いてある感じです。でこんな感じで、こんな感じで本みたいになっているんですけど、ちょっと出してみたいと思います。で生地はなんかツルツルしてる感じの革みたいな感じで、ここにも嵐のロゴがついています。こんな感じ。では出してみます。じゃん、こんな感じです。中もね、同じような感じになっていて、ここはなんかね、ユニバのハリーポッターのところに売っているノートがあるんですけど、それと同じような感じの素材になっています。持っている方いないと思うので、ぜひ手に取って見てみてください。で中はこんな感じ、フォトアルバムなので写真が何枚入るんだろう、写真が多分1、2、3枚入る感じになっています。はい、こんな感じです。どうやって入れるのかちょっと分かんないんですけど、ここを開けてここに入れる感じになっています。でここはちょっと大きめのフォトフレームがつく感じ、それどうやって入れるか分かんないんですけど、ここに嵐のサインが書いてあります。こんな感じ、めっちゃ可愛いです。どうやって入れるか分かんないんですけど、多分こう入れるんだと思います。ここに写真を入れるっていう感じです。でこれはなんかここの部分がこんな感じになっているんですけど、付属パーツを取り付けるとフレームを横にして飾ることもできますって書いてあります。こんな感じですね。でここにも嵐20周年アニバーサリー1999って書いてあります。これはプラスチックみたいな感じです。でちょっとこれも開けてみたいと思います。はい、開けてみるとこんな感じで、ここにプラスチックの保護剤みたいなのが入っていて、プラスチックの白い感じで、後ろにセンキューって書いてあります。でこれを組み合わせるとフォトフレームとして使うことができるらしいです。ちょっとね、今度やってみたいと思います。であと入っていたものはこんな感じ。嵐ファンクラブ会員の皆様へ、いつも応援、嵐を応援いただき誠にありがとうございます。おかげさまで2019年11月3日にデビュー20周年を迎えることになりました。つきましてはメンバーより心からの感謝を込めて、ファンクラブ会員様限定の20周年記念フォトフレームを贈呈いたします。ライフスタイルに合わせてご活用いただけますと幸いです。これからも温かいご声援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。2009年11月吉日、ジャニーズファミリークラブって書いてあって、おまけでここに QR コードが書いてあります。
これはね後で見てみたいと思います。でこの紙はちょっと透明みたいな感じの紙に書いてあります。はい、こんな感じです。であとはこんな感じの写真が何枚入ってるかわかんないんですけど、多分5枚入っていると思います。これちょっと開けてみたいと思います。写真はこんな感じ、5人が写っている写真と、あ、2つとも 5人が写っている写真、縦のものと横のもの。まず1枚目はこんな感じで、2枚目がこんな感じで、あとは写真じゃないんですけど、こんな感じで5人からメッセージが書いてありました。これが大野くんです。大野くんからのメッセージは、嵐20周年共に歩んでくれてありがとう、いろんな思い出を飾ってください、大野さとしって書いてあります。翔くんのがこんな感じ、全員メンバーカラーの台紙に書いてあるんですけど、こんな感じです。それもちょっと読んでみます。翔くんからは、この5人でないと嵐じゃないという強い思いとともに、この5人だけでは嵐は作られないという大きな思いがあります。 5&UI20 いつも支えてくれて本当にありがとう、心の底から感謝の気持ちでいっぱいです。僕にとっての宝物、あなたにとっても宝物となったらいいなと思い、この品を送らせていただきます。ウィズラブ嵐桜井翔って書いてあります。はい、こんな感じで、相葉ちゃんはこんな感じ、緑の台紙でちょっと読んでみると、1999年にハワイで世界中に嵐を巻き起こしたいですって言って始まった嵐ですが、巻き起こせたかは置いておきまして、さまざまな最高の景色を皆さんのおかげで見ることができました。本当にありがとうございます。皆様とメンバーに会えたことに本当に感謝しています。最高の20年ありがとう、相葉まさきって書いてあります。はい、こんな感じで、続いてニノ、ニノはこんな感じです。黄色い台紙で、ニノからは、みんなのおかげでここまで来ることができました、本当にありがとう、これからも変わらず楽しくみんなで思い出を作っていこう、これからもどうぞよろしく、二宮和也って書いてあります。はい、こんな感じで、最後松潤、こんな感じです。で読んでみると、あなたのおかげでこの日を迎えることができました、ありがとう、この20年は僕にとって宝物です、これからもよろしく松本潤って書いてあります。はい、こんな感じで5人から手紙みたいなものと写真がねついていました。こんな感じです。でこんな感じでね、入っていたものは以上です。この中になんかね、嵐の写真とかを入れたいなって思います。はい、こんな感じで嵐20周年で届いたものは以上です。はい、ということで今回は嵐20周年ということで、20周年を記念して送られてきたものを紹介しました。今回はすごい豪華なものが届いてすごい嬉しいです。フォトフレームはちょっと使うのもったいないんですけど、機会があったら使いたいなって思います。すごいね、しっかりした生地ですごい使えそうなので、機会があったら使いたいと思います。皆さんまだプレゼント見てないよっていう方がもしいたらぜひ見てみてください。このねメッセージとかすごい良かったので、すごいファンクラブに入っていて良かったなって思います。ということで今回はこんな感じで嵐の動画だったんですけど、また嵐関係の動画を撮りたいなって思っているので、そちらの動画も楽しみにしてみてください。で嵐関係の動画の再生リストもあるので、気になった方はぜひそちらの動画もご覧ください。ということでこの動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。もしねファンクラブに入っていないけど嵐が好きだよっていう方ね、この動画を見て楽しんでいただけていたら嬉しいです。それではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。